え、なんかめっちゃ歌ってんすけど。なに、ジャイアン。やったダニ。あゆな、つぶやかれたダニ。来た来た、待ってました。って、なんて書いてあるの。なになに。いやー、驚きデビス。まさか地下が異次元に繋がってるとは。 USA には不思議がいっぱいデビス。お、これをヒントに地下に異次元が広がっているっていう風になるってこと。全く関係ない話題だに。関係ないんかい。ちょっと待って、なんだに。まさか地下が異次元に。まさか地下が異次元。え、なになに、関係あるの。まさか地下が異次元。え、そう、事件は地上で起きてるんじゃない、地下街で起きてるんだ。何その、事件は会議室で起きてるんじゃない、現場で起きてるんだみたいな。なわけないだろ。何言ってるだに。どうしてそうなるだに。いやいや、まああれだよね、こじつけだよね。わかんないけどピンときちゃったんだもん。何言っとるだに。みーにはピンとこんだに。お、ピンとこん。すごい。まあいいからいいから、桜中央地下街に行ってみよう。なるほど、桜中央地下街でリコを探そう。できます。うおー、出れねえ。桜中央地下街とは、あ、あっちね。なるほどなるほど。こんな時間に地下街、危なくね。いや別に地下街やけん危ないってわけではないけどさ。あったあった、あっこだあっこだ。どこから、こっち、この辺から入っていけるね。あ、これだこれ。え、シャッター閉まってますけど。これ開けるの？ちょっと、入れないんですけど。当たり前じゃん。まずいだ。もう外も暗いし、閉まっちゃっただに？でもここには、いつでも通行かって書いてあるよ。え、マジで？シャッターなんて閉まるはずないのに。お？なんか聞こえる。あゆな、見るだに。なになに、どれ？え？リクくんじゃないあれ。え、危ないよ、そこ穴開いてるよ。そこから？っていうか、リクちゃん、あんた何やってんの？いや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 、なんか入ってったけど。入ってっちゃっただにね。なんか怪しい。やっぱり地下街で事件が起きてるんだ。信じられないだに。私たちも行くしかないよ。追いかけよう。すごいなんかね、行動的な保育園児やけど。え、しかもちゃんとそれ閉めていったの。リクくんすげえな、力持ちだわ。地下街に入れたのはいいけど、ここにはいそうにないだにね。え、足早くね。っていうか何これ、妖怪だらけじゃん。ええ夜は人がいないから妖怪が集まってきただにね。え、そいつら戦う奴らじゃないよね。もう地下街にもいないとなると、サンセットモールの方に行ったのかも。サンセットモール。サンセットモールでリクを探そう。え、やっぱり戦う奴らなのか。でもさっきよりだいぶ減ったけど何事？何事よ。お、口だけ女とかいろいろおるね。なるほど、夜は妖怪の街になるんだな。感心しおる場合じゃないか。なんか真ん中に一匹だけポツンと。サンセットモール。なんか夜のお店とかさ、夜の学校とかさ、なんか普段人がワイワイおる場所ほど、こういう時怖いよね。攻めの秘伝書を手に入れた。ガンガン攻めるよ。お、ぶつかった。ガンガン攻めるよって別にこういうことがしたかったわけじゃないんだけど。まあいいや、やっつけてこう。一応ここサンセットモールなんかもう。こっち。水族館？まったくもう、リクってばどこに行ったんだろう。お、なに、いた？お、いるよ、いるよ。ねえねえ。先生、遊ぼう。お歌歌って。怖い、怖い。いい子たちだね。さあ、こっちにおいで。それじゃあ、授業を始めようね。怖いわ。うん。危ないだに。何？大人は締め出し？大人じゃないけど。なんでいきなりシャッターが閉まるわけ？
全然開かないんですけど。これは妖怪の仕業だに。きっとどっかに犯人がいるはずだに。仕方ないな。サクッと探しますか。ミク、お姉ちゃんが戻ってくるまでそっから動いちゃダメだよ。聞こえてないよ、多分。行こう、ウサピョン。どこへ？その先にいるんじゃないの？シャッターを閉めた犯人をサーチで探そう。あ、シャッターを閉めた犯人。あ、そいつが閉めたわけじゃないんや。じゃ、この周辺におるとかそういうことかな。何にもいませんけども。この周辺にはいないの？どの辺？こっち？てかちょっと待って、あれ反応するってことかな、ウォッチ。ウォッチ？この辺とかにも別に、水槽とか。いや、いないっすね。ピコンピコン、あ、この、そいつか。ピコン、この、今なんか、この辺、こいつ？シャッターを閉めたやつ。妖怪を見つけた。こいつじゃね？ほら、そこもシャッター閉まっとるし、なんか。ボーン、ボーン。カラフルなものがいっぱいボーン。ユウが一番カラフルだに。確かに。ミーを呼んだボーン？シャッターを落とした妖怪のこと探してるんだけど、何か知らない？もしかしてカフェのとこのシャッターのことボーン？お、これはもしかして何か知ってるパターン？もしかしてひょっとすると、ここが大当たりってやつ？どうよ、どうよ。とりあえず、ミーと一緒に遊ぶボン。はい？遊んでくれたら答えるボン。よし。情報のためなら仕方ない。妖怪バトルで相手になるよ。マジか。よし。バトルスタート。楽しかったボン。ユウは強いボン。じゃあ約束だから、シャッターを落とした妖怪のことを教えて。知らないボン。ふざけんなし。え？知らないということを教えたボン。そんなんあり？他を探すだに。きっとどこかにいるだに。こいつの暇つぶしに付き合っただけじゃないか。ということで、他。ちょっと待って。この辺。何かしら。いや、いないね。お、なんか鳴ったよ。なんか鳴ったよ。この荷物のあたりとか、ないな。あいつか。あいつかよ。ん？この辺。あ、なんかいる。何こいつ。なんか弁慶みたいな。妖怪を見つけた。全然ちげえわ。ゴリラだわ。なんかめっちゃ歌ってんすけど。何？ジャイアン？シングコング。おー、俺は最強。世界で一番その名もシングコング。どういう音程か全くわからぬ。あんまり上手くないね。絶対モデルジャイアンだから。ダニ。そんなことよりシャッターのことを聞かなくっちゃ。あ？俺は今最高に楽しんでるんだぜ。歌う楽しみを邪魔する奴はギッタンギッタンにしてやるぜ。ちょっと、やめてよ。やめてよ。シングコングたちが現れた。ハーモリーが一緒にいるのにそんなに音痴ってどういうことよ。まあ、別に音痴とは決まってないけど、でもそんなに上手くないねって言ったし。お前のビート、なかなかにロックだったぜ。ありがとう。ようやく話ができそうだに。ねえ、あなた、カフェのシャッターを落としたりした？シャッター？俺はここで歌ってただけだぜ。じゃあ別の妖怪か。仕方ない。他の場所を探しますか。なるほどね。なんか他に、こっち側は行けないのか。なんかもっと、反応、あいつが近づいてきよるだけか。さっきこの辺なんもなかったもんね。ないわ。なんか近づいてきよるだけやわ。他に。
何にも反応ないな。ね。とりあえずこの辺にはいないかな。こっちは？こっちまで行ったら違うかな。いや、多分違うよね。遠すぎやし。多分サンセットモール内やとは思うよね。ん？この辺は？お、これ。ん？なんか椅子に座っとんかな。どうだ？妖怪を見つけた。え、なんかめっちゃゴロゴロしてるんですけど、何あいつ気持ち悪い。サンデーパパ。はぁ、家に帰りたくない。気になるワードをキャッチ。まさか帰らないで済むようにシャッターを閉めたとか。それはちょっと考えすぎだに。シャッター？何のことでしょう？私はここで休んでいるだけですよ。ほら見るだに。違ったか。あなたもここでゆっくり休んでいかれてはどうですか？今日は歩き回ったし、結構クタクタなんだよね。って休んでる場合じゃないだに。ミーがしっかりしなきゃだに。妖怪バトルでやっつけてやるだに。何かわいそうとか言いながら。やっつけるんかい。いやーごめんごめん、すっかり休憩しちゃった。え、特に何も。ユウも早く家に帰るだに。きっと家族が心配してるだに。そうですね、私もそろそろ帰ろうと思います。どうもお手数おかけしました。うん、私もリコを連れて帰るために早くシャッターを開けなくちゃ。犯人の妖怪はきっとどこかにいるだに。どこなんだよ犯人の妖怪。マジでいないんすけど。こっちの方とかにまた誰かいないな。こっち、こっちも行けるとこあるやん。サンセットモールドルフィンカフェ。あ、そっか、ここじゃん。え、ここじゃん。違うわ。あれってことは、こっちは別の、こっちは別のって、こっちなんか何にもね。あ、上は上。これ、上普通に行けるんじゃない？ねえ、やっぱり。お、妖怪の、あ、こいつかい。お、妖怪の反応って思ったら。ん？これは？これはって何がどうあるんかわからんけど。いや、何にもおらんね。うん、何もおらんわ。え、でもなんか、あれ？こいつの反応か？あいつの反応か？何もいない。お、なんかある。匠の提灯を手に入れた。小さい頃、提灯行列とか、お、びっくりした。え、なに？え、なに？なんか動いてるんですけど。え、何事？ここになんかおるとかそういう。めっちゃびっくりしたんやけど、え、何事？え？そっち？え、待って待って待って。あ、動き回るのね、こいつ。なるほどなるほど。ちゃんと一箇所に収まってくれんわけだ。なるほどなるほど。ホットケーキを見つけた。今度はお前かい。さっきサンデーパパと一緒にいたでしょ。何よ、人が楽しくショッピングしてるっていうのに。私のことはほっといてよ。え？本当にほっといちゃうの？ねえねえ、ほっとかないでよ。かまってちゃんか。どうなのよ。え、何？チームバトル？どうしたどうした、さっきまでと違うぞ。レディーゴー。レディーゴーじゃねえわ。もう、バトルなんてしたくなかったのに。いい？今度こそほっといてよね。じゃあね。ちょっと待って。これあげる。ソフトクリームを手に入れた。ツンデレかよ。かわいいな、ホットケーキ。え、で、何も関係なかったの、あいつは。この辺もなんか。いや、あの妖怪たちかな。ん？いや、この辺なんかめっちゃ。お、ん？お、なんかおるぞ。こいつは、誰？妖怪を見つけた。めっちゃ気持ち悪いんだけど。怪しい。マネマネキンキン、どうしたの？ちょっと聞きたいんだけど。え？え？君の真似してみたの、似てた？
そっくりだったに。いや、今はそんな場合じゃなくて、モノマネじゃないの？じゃあバトルだ。くぅ、こうなったら無理やり聞くまで。マジかよ。モノマネキンたちが現れた。モノマネキンとポンコツ。いいね、名前。もう話を聞いてってば。ごめんごめん、どうしたの？カフェのシャッターを閉めた犯人を探してるんだけど。知らないよ。モノマネ妖怪ですもんね。気を取り直して別の場所を探しに行くなに。モノマネ妖怪ですもんねーって何の関係があるんやろ。全然わからんねやけど。てかマジで、あ、この辺は？あいつが近づいてきよるけんかな。あ、ん？ここに。ん？え、今なんかおらんかった。ほら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 。おるやないか。さあ。妖怪を見つけた。なんだ、なんか座ってるんだけど。ほら。このハッキング様に、ハッキング様に忍び込めないシステムなんてないのだよ。うわ、なんか露骨に怪しいのがいる。ウサピョン、あれ誰？妖怪ハッキングだに。パソコンやシステムを乗っ取って好き勝手するやつだに。おや、入り口のシャッターは閉めておいたはず。こいつか。どこから入ってきたのかな。まあいいか。先生の授業の邪魔は誰にもさせないよ。え？じゃあこいつを倒せばシャッターを開けることができるということかな。よし、いけー。またまた聖剣バーニングを。もうしょっちゅうさ、ツリートのボソ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 っていう声が気になるんやけど。ね。さあ行け、聖剣バーニング。え、弱。え、今までヒントをくれた誰よりも弱い気がするんだけど。大丈夫かい？そんなやつがハッキングなんてしてて。ガーリックチキンピザもらったんだけど、超美味しそうじゃない？くぅ、まあ、いった。このハッキング様が負けるとは。ねえ、カフェのシャッターもあなたが閉めてるの？そうさ、私の手にかかれば、これくらい朝飯前なのさ。さっさと開けるだに。そう言われて開けると思うかい？今先生は授業中で。そうだ、授業参観をしに行こう。は？あの中にはリクがいるんだし、家族ならおかしくないでしょ？それは確かに。いや、そうなのか？仕方ない。もう一度力ずくで。わかった。これあげるから許してくれ。あげるんじゃなくて開けろよ。ヌー第17号を手に入れた。え？ヌーじゃん、ギャーリー。いやいやいや、弟。じゃなくて、開けてって言ってるんだけど。開けないって言うならどうなっても。開けるよ。開ければいいんだろう。よし、ウサピョン。早くカフェに戻ろう。ラジャーダニ。お、開く。開いた開いた。よっしゃー。ケータに切り替えたらストーリーがリンクする？お、忙しいな。ま、とりあえずあれだよ。とりあえず、ね、この中に、キュッピーもないみたいやし。弟が先でしょう。ふん。とか言ってたらキュッピーあるんですけど。切り替えようっと。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。